梅沢富美男、菅首相に暴言で批判殺到。昨日放送された東京 MX のバラ色ダンディの中で梅沢富美男さんが菅首相の生活保護に関する発言について次のような発言をしてしまいました。言っちゃいけないことを言っちゃったような国民を何だと思っているんだ。10万円なんて出しませんよとよくそこまで言えたような。 今度の選挙ではっきりするんじゃない。これで応援する国民なら生活保護を受ければいいじゃない。でも俺は変わってくると思うよ。こんなに馬鹿にされてまで自民党に入れるやついるのかね疑問だなと声を荒げておられましたが、この菅首相の生活保護どうこうという発言については朝日新聞の切り取り、 変更報道であることがすでに確認されており、政府側は、失業保険や緊急小口融資、こちら状況を満たせばお金は返さなくていいという制度でございますが、そういったものを活用し、それでも生活が難しければ生活保護を受給してほしいと案内しております。 現状政府は自治体に予算を追加で割り当てておりますので、生活保護の予算は十二分に確保されております。私はこういった生活保護の受給、国民の権利でございますので、政治の力で国民が気軽に受給できる体制を整えるべきだと思っております。 現状、梅沢さんもそうでございますが、生活保護を受けることがダメだではなくてですね、例えば病院に行った際に健康保険を使うように、必要があれば生活保護が当たり前に使える世の中にした方が良いでしょう。こういった生活保護。 仕事を辞めた後、就職するまで受給したり、給料が少ないから受給したりとかなり柔軟に運用されておりますので、ぜひともこういった生活保護に関する主張をされる場合は、梅沢さんだけではないですけども、まあ、先日立憲民主党の蓮舫さんも生活保護に 落ちる動向と発言され、生活保護は悪いものかのように、主張される方、かなりいらっしゃいますが、本来は国民の生活を守る、命を守る、安全装置、セーフティーネットとして生活保護がございますので、 こういった生活保護が気軽に受けられる世の中を作ることこそが今の政治に求められているものと思われますので、まずは生活保護を気軽に受けられるようにしていただき、また生活保護以外の支援策についても コロナ禍関係なしに充実させていただいて国民が日本において最低限の文化的な生活を送れ健康も命も守られるように議員の皆様には努力していただくようお願いいたします以上になります ご清聴いただき、ありがとうございました。